ハガチは日本海軍の標的艦。艦名は伊豆半島南西にあるハガチ岬に由来する。当時の読みは和チ先だったが、現在の読みはハガチ先となっている。1941年度の戦時追加計画により建造された標的艦。計画番号 J32。標的艦として建造された日本海軍初の艦で爆撃練習専用とされた。 船体は、選手郎型船体を採用し、船体から分離した上、甲板には爆撃演習団に耐える、要防御甲板には22メートル MDS 鋼板が貼られ、その下に空間を設けて安全性を向上させた。艦載艇などはこの空間に搭載され、甲板上には、船として最低限必要な環境、煙突、マスと意外なく、小型の航空母艦のような艦型となった。 乾板上には 13mm 機銃が搭載されたが、爆撃訓練に使用する際は撤去された。また艦幅を従順洋艦程度に見せるための目的を備え、それを防御乾板の原則に並べたブームで左右、水平方向に転調できるようになっていた。当時標的艦に改造されていた、セッツより有速となり、運動性能も良くなった。ただし実戦では、 駆逐艦など30ノット程度で航行しており、標的艦にもより高い速力が要求された。また、復元性能に不安があったため同型艦は作られず、改めご計画では、その点を改良した大浜型が建造された。仮称艦名第665艦。1943年11月18日に、ハリマゾ船所で竣工、呉レチンジュ布石とした。 12月1日に連合艦隊付属となり24日にクレコーを出港、トラックに向かった。訓練地への往復の際に護衛任務にも使える、要、13mm 基銃は 12cm、炭素降確保2門に交換された。同時に25立方ミリメートル連装基銃や、同炭素基銃も多数装備、電炭や水中上温機も装備され、訓練時には取り外す予定だった。 トラックでは爆撃訓練に従事していたが、翌1944年2月17日のトラック島空襲により被爆、パラオに退避して、赤市による修理を受けた。3月以降は、リンガハクチやダバオなどで爆撃訓練に従事し、9月にキールン海港、10月1日にキールン発の船団を護衛し10月6日にクレに帰着した。その後は、 瀬戸内海での爆撃訓練に従事し、無傷で終戦を迎える。1945年12月1日、呉地方福音局所管の特別輸送管に指定され、その後は福音輸送に従事する。1946年12月23日、特別輸送管の指定を解かれて、藤永伝造船所に引き渡され解体された。二頭人子女中佐。 1943年10月5日から1943年11月18日、1945年12月20日、以降は、艦長。二等人史上中佐、大佐、1943年11月18日から1944年6月10日、津田竹彦少佐、1944年6月10日から1945年10月13日、 以後、1945年10月20日まで、官庁の発令なし。天野光際少佐、1945年10月20日から1945年11月12日。橋口桃次少佐、1945年11月12日から1945年11月25日。高根義美根次少佐、第二福音官、第二福音事務官、福音事務官。 1945年11月25日から1946年12月23日。ありがとうございます。